落語映画は2013年の日本のオムニバス映画である。2013年4月6日から同年12月13日まで劇場公開された。古典落語、ネズミ、死神、猿ゴケを原作、原案とした3つの短編映画からなっており、落語家たちへのインタビュー映像も本編に含まれている。他、案内人は落語家の桂三四郎が務めている。 東京芸術大学大学院映像、研究会映画専攻所属のスタッフによって制作された。2013年10月22日にオリコン DVD 映画デイリーランキングで売り上げ第1位となり、10月24日に Amazon.co.jp の日本映画コメディ部門でベストセラー第1位を記録した。2014年9月20日には、 第18回ミ戸短編映像祭第29回、ミ戸映画祭において、第29回ミ戸映画祭連携企画として、特別上映。虎屋という大きな旗子を乗っ取られ、ネズミ屋という小さな宿屋を営んでいる亭主に、サジンゴロウが掘ってやったネズミが動き、評判になる。人情話借金の目途が立たず、死のうと思った男が死神に会い、 寿命のある病人についている死神を引き離す呪文を教わって医者になる。ホラー要望が猿に似ている。大棚の苔は綺麗だと褒められると有頂天になる。また、お店では猿という言葉が禁句になっている。喜劇、ありがとうございます。